アサリサブローアサリサブロー11月10日1966年11月3日は日本の内務官僚、政治家、県知事、衆議院議員、岩手県出身。アサリアンツボの三男として生まれ、兄、アサリヒロシの養子となる。一の関中学、第二高等学校を経て、1909年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。同年12月、内務省に入省し30県属となり、内務部官業課に配属された。1910年5月、三重県内務部地方課に配属。以後、山形県事務官、道志学官、大阪府市学官、茨城県警察部長、高知県警察部長、新潟県警察部長、 北海道庁警察部長、富山県内務部長などを歴任。1924年6月、香川県知事に就任。1926年9月、朝鮮総督府刑務局長に転じ、1929年11月まで在任。1931年1月、栃木県知事となる。昭和恐慌の対策に尽力するが、同年12月18日に知事を休職し、 1932年2月に退官した。その後、東洋セメント取締役、日本歩道社長、満州歩道社長、朝鮮石油取締役などを歴任。1947年4月の第23回衆議院議員総選挙で、岩手県第2区に日本自由党から出馬し当選。1952年10月の第25回。 総選挙まで連続3回の当選を果たした。その他、衆議院建設委員長、民主自由党総務を務めた。ありがとうございます。